はい、こんにちは。税理士川南の YouTube です。この動画は個人事業向け、自営業の方向けの内容になっております。ビジネスをすると必要となる経理や税金、確定申告についての情報をなるべく分かりやすく税理士が説明している動画になっています。この動画を見て経理や確定申告の基礎土台を身につけて次のレベルアップの土台になったらいいなということでコツコツと配信をしております。コメントや感想、取り上げてほしいテーマなどありましたら YouTube のコメント欄にどしどしコメントをいただきたいと思います。さて、ちょっと久しぶりの、YouTube 動画配信になってしまったんですけど、確定申告等で忙しくてですね、本業の方が、なかなか更新ができなかったんですけども、その間に世の中が大きく変わりまして、コロナというものがウイルスというのでね、今皆さん自宅で自宅待機、ステイホームされている方も多いのではないでしょうか。そこでね、やっぱりねビジネスをするに至ってこれかなり長期戦になると個人的には考えていて、このまま長引いていくと、特に飲食店の方とか、ホテルや旅館業界、さまざまなところから影響、余波が、どのような業界でもその多少タイムラグがあるとはいえ、どの業界も、何かしらの影響を受けるのではないかと思っています。そこでね、今日は政府の方が出しているこの持続化給付金というものに関するお知らせ、情報をね皆さんにちょっとシェアできたらいいなということで、今回はこちらの内容をテーマに動画を撮ることに、しました。さあ、この持続化給付金というものなんですけど、皆さん多分もうね聞いてはいると思いますし、耳に情報は入っていると思いますけども、ちょっと分かりやすくね説明できたらいいなと思い、説明していきます。感染拡大により大きな影響を受ける事業者に対して、給付金を、しますよというのがこちらですね。法人は200万、個人事業の方、自営の方ですよね、100万円を上限とすると。ただしそれに計算方法がありましてね、皆さんここを気をつけてほしいんですけど、持続化のこの計算方法がありまして、この前年の売上からこうですね、50% 以上売上がダウンした月を元に計算をすることになります。後ほどまたちょっとね分かりやすいに説明します。そうやって説明しますよと。で、対象となる方がですね、これですね、新型コロナウイルスの影響によって売上が前年同月比で 50% 以上減少している方です。そして資本金10億円以上の大企業を除くってとこが注意ですね。中小企業、小規模フリーランスを含む個人事業も対応とされますよということになっております。またこれですね、医療法人、農業法人、 NPO 法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対象となっております。相談ダイヤルとしてね、ここですね、窓口がありますので、平日、休日9時から5時まで、0570-783183 に今回の、動画見たりして詳細がもっと詳しく知りたい、もしくは個別に自分の場合はどうなるんですかっていうものがあれば、こちらの相談ダイヤルに、かけてほしいと思います。そしてね、次のページでちょっとね、よくある質問だけね紹介していきたいと思います。こちらですね、よくあるお問い合わせってことですね。この前年同期のこの 50% 減の対象期間はいつですかっていうことなんですけども、それは、2020年の1月から2020年の12月のうち、どの月でも1月について 50% 以上減少した1月を選んで事業者の方から選択できるってことですね。 50% ダウンしてる月を選べるってことですね。そして申請給付はいつから始まりますかということですけども、1週間程度で申請受付を開始して、電子申告、電子申告じゃ電子申請、申請後、2週間程度で給付を予定しているという場合風に答えております。そのために申請に必要な情報があるんですけども、必要な情報ですね、何をすればいいんですかということですね。ここですね、住所や口座番号に加えて以下をご用意ください。法人の方はこちらですね、ご確認ください。で、私は一応ね、個人事業の方メインにサポートしている税理士なので、こちらを説明いたしますと、個人事業主の方は本人確認書類が1つ目、1点目、2つ目が2019の確定申告書の控えが必要になってきます。ですので、もし万が一今ね、前年度2019年の確定申告がまだできてないんですけどっていう方がいましたら、もう早急に、特にこちら急いで書類を準備しておいてください。今後これ以外にもね、いろいろな国からの保証や給付金が出てくる可能性がありますので、すぐに書類が出せるように常にもう用意をしておくとスムーズかと思います。何せこの申請キット、おそらく混雑するのではないのかな、スタートしたらと思ってますので、スムーズにすぐに申請ができて、給付金をなるべく早く受け取りたい方であれば、もうさらにね、書類の方きちんと事前に揃えておくといいと思います。
そして3番目ですね、減収月の事業収入に収入額を示した帳簿等ってことですね。これは減収の下月、ここのあれですね、50% 以上減ったよという証拠がいると思いますので、そこの事業収入額を示した帳簿等って書いてあります。これはね、ちょっとね、具体的に帳簿等がどういうものが該当するかというのはまたこちらで情報をチェックしてないんですけども、まあ、とにかくその月の収入額がいくらになっているかというものが分かるもの、証拠が出せるものというものが必要になると思いますので、こちらも2020年のもしかして経理が溜まっているとか、帳簿まだしてないとか、レシートや領収書の整理がまだできてないんですって方は早急に今から準備しておくといいと思います。そして申請方法についてですけども、今回は、まあね、コロナウイルスがまたその申請によってね、人と会うことで移ったりするといけないっていうことを防護策でウェブ上での申請となります。であとはもう完全予約制の申請し、まあ、これ窓口は完全予約制となります。多分これ少人数になるんじゃないかな、1日でね対応できる量というのは多分かけられてきてますので、ウェブ上での申請もしくは、郵送でも OK なそうなので、郵送でも、申請は可能になります。はい。まあ、その他ね、申請に必要な事項の詳細といっても4月最終週をめどに確定公表しますので、今しばらくお待ちくださいとありますけど、今出ている情報がこれだけですね、出ています。ですので4月の最終週ですねをめどに、さらに内容が確定公表してくれることになると思いますので、そちらの情報はまた各自アンテナを張ってチェックしておいてください。結構ね、法人で200万、個人企業で100万円となりますとね、上限ですけども、結構大きな金額になると思うので、これに、ね、よってし助かるとかいうね、つまりしばらく持ちこたえれるというような方が出てくるかもしれませんので、そのあたりの情報をシェアいたします。でこれは経済産業省から出てる給付金がこの持続化給付金というものになりますので、持続化給付金経済産業省というふうにGoogle や Yahoo で検索していただけるとすぐに出てくると思います。また詳しい情報はね、4月の最終週をめどに確定公表されますので、しばらくお待ちください。はい。それではですね、計算方法ですね、この計算方法なんですけど、いくら上限するかの計算方法に、この前年度の総売上引くっていうふうに書いてありますけど、どういうふうに考えればいいのかっていうのを、まあ、いつものボード、ホワイトボードを使って説明したいと思います。はい。こちらですね、例えばですけど、2019年こう売上がトータルで800万円だとしますね、例えばね。で例えば、ま、いつの月でもいいんですよ、どの月でもね、事業者さんが選べるっていうふうに先ほど説明したと思うんですけど、こっちじゃないな、ここにね、2ページ目の方にありますね、これですね、事業者の方、1月について自動車の方に選択いただけますと、まあ、それは、1月は 50% 以上売上が減少しているっていうのが条件です。例えば4月にですね、2019年は50万円売り上げがあったとします。例えば4月をチョイスしたとしますね。で2020年に4月の、売り上げが例えば半分以下なので、20万円だったとしますね。はい。そしたらここの先ほどの計算ですね、ここですね、売上の前年度の総売上800万からここですね、前年のここの20万円 50% 半減以下ですよね、しているかける12ヶ月分になるので240万円の引くのと560万円になるので、まあ結局上限はこの方だと、100万円自営業の方ですね、100万円出ますよって方です。まあ法人の方であったら200万円出るってことですね、ここの枠内になるので、はい、っていうふうに計算します。ですので、あ、見えなかった、ここがすいません、総売上800万円から50万円で半減した月が4月が20万円でしたと、20万円かける12ヶ月をしてもらって240万円ですね、240万円を前年度の800から240万円引いた金額がこれだったっけ、560万ですので、まあ上限100万円は給付金が自営の場合ですね、個人の場合出ますよ、法人の場合は200万円になります。このように計算します。でそのね、自分の2019年の確定申告がいるっていうのはここですよね、何月がいくらあるのかっていうのは確定申告書を見れば載っておりますので、そちらの方を見ていただいて、2020年の経理帳簿がどうして必要かっていうと、この2020年の何月か、まあ1月でか2月か3月か
まあ、1月頃はまだそんなにコロナの影響ないと思いますけど、4月、まあ、5月頃にその影響が出てくると思いますので、その月の売り上げがいくらになってるのかっていうのは見ないとわからないので、各自計算してみないとわからないと思いますので、今年の経理や帳簿を貯めないようにしてください。今すぐにやっておいてくださいっていう、申請のためにもね、やっておいてくださいっていうのはそういうことになります。はい、今回はちょっとね、持続の給付金について、説明させていただきました。今日の動画はね、以上になります。本当に、ね、かなり長期戦になるんじゃないかなと思ってますので、ね、うちもね、小学生の息子がいるんですけど、まあ、ずっといい、ね、休校でいいの自宅にいるので、まあ、一緒に、ね、どう乗り越えていくのか、この自宅待機というのを、ね、課題になんとか頑張っておりますけど、まあ、皆さんもね、暗いニュースが続いているとは思いますけども、今ね、自宅で仕事されている方とか在宅ワークの方は、工夫をしてなんとか乗り越えていこうかと言ってたらいいなと思っております。はい、そうですね、でオンラインサロンの方では私の有料になりますけども、税理士顔見のみの会議室というのでは、具体的にどういうふうにこういうふうなコロナというものに対してビジネスを続ければいいのかとか、こういうことが起こってくるんじゃないかとか、こういう工夫をしておかないと生き残れないよねというような情報も、かなり他とは違ってね、少し具体的な方法を毎日平日投稿していますので、そちらに興味ある方は、税理士顔見のみの会議室っていう YouTube の方のコメントの詳細のところにもアドレスの URL を貼っておきますので、そちらの方ぜひよかったら参考にしていただければと思います。はい、それではじゃあ持続化給付金についての動画、今日は以上となります。ありがとうございました。じゃあまたの動画でお会いしましょう。税理士顔見のみでした。